アイテム番号 SCP-4404 静寂の香り。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-4404-4404 編集1、2等と指定を製造することができる物質のリストはファイルに保管されており、4-4404クリアランスを持つ職員が利用することができます。あらゆる4404編集も毒性の強いものとして扱われるべきであり、標準有害物質プロトコルの対象となります。 SCP-4404 の新たな編集が確認されるたびに、問題の化学物質を検出し無効化するために粒子状アノマリー遮断ネットワークを更新しなくてはなりません。あらゆる SCP-4404 の展開も機会があり次第、機動部隊ベータ7、マス防止点の最寄りの分隊が対応する必要があります。SCP-4404 に暴露した人々は、最寄りの適切な施設に交流され、自傷行為を最小限に抑えるために、必要に応じて鎮静、または拘束される必要があります。説明。SCP-4404 はいくつかの化学混合物のいずれかから製造することのできる嗅覚ミーム剤であり、それらは全て同じ効果を持っています。SCP-4404 自体は、血液やフォルムアルデヒドの匂いに似ていると言及されていますが、被験者は安全性、孤独感、快適性といった考えを引き起こすと述べています。少しでも SCP-4404 に暴露すると、被験者は軽度の不快感に対する耐性が徐々に減少します。被験者は主観的感覚経験のあらゆる変化ではなく、不快感情に耐える気がないことを言及しました。この影響は記憶処理で軽減できません。2日以内に被験者は普段は完全に無視するであろう感覚を認知または注意し始めます。外見上この症状は落ち着きのない動きや過剰な引っかき傷、集中力の低下として現れます。被験者は症状を和らげるために医療行為や民間療法を求めます。これらの影響は一定の割合で重症化します。暴露後1から2週間以内に SCP-4404 の影響により、被験者の正常な機能が妨げられ始めます。不快感を最小限に抑えるには、被験者のほとんどの時間と労力を必要とするため、仕事をしたり人間関係に関心を向けることを妨げることになります。主に怒りや絶望といった形の精神的苦痛は全被験者にあります。以下はインタビューの3週間前にSCP-4404 に暴露した被験者である D-8705 とのインタビューからの抜粋です。D-8705 は非常に興奮しており、会話に集中することが困難であったため、読みやすいように記録が編集されていることに注意してください。これ以上耐えられない。不公平だ。何が不公平なのですか？マチの助けが必要だと言っているのに、お前らは本気で受け止めやしない。目の上でアリが動いてるみたいだし、鼻にはミミズが這い上がってきてるみたいだ。くしゃみをするたびに、頭の中で爆発が起こってるみたいだ。最悪だ。ええ、花粉症にはうんざりしますね。お前もそうなのか？どうやって耐えてるんだ？数週間前まで君と同じようにしてました。私はただ我慢しましたよ。なあ、我慢する必要はないだろう。このお粗末で、いまいましい身体は、そのままにしようとせず直そうとするから、頭がクソおかしくなってる。他のことすべてがクソったれだ。俺は、気が楽になるべきなんだ。以前よりも気分が悪くなってますか？前より苦しいですか？いいや、だが、もう無視できない。他に何にも集中できない。俺には、快適になる権利があるんだ。技術はある。気分を悪くする必要はないはずだ。眼視がなければ、被験者は不快感をなくすために極端な手段に頼ります。麻酔薬の自己投与は多く見られており、特に厄介な部位または臓器を取り除くための臨時手術も同様に見られます。どちらの場合でも死亡することは多く見られます。5週間生存した被験者は身体的変化が始まります。爪が抜け、末節骨の突起の形をした鋭い爪に置き換えられます。さらに、指紋から SCP-4404-A と指定された未知の水状物質を分泌し始めます。
これらの効果により、被験者は自身の肉片を簡単に取り除き、SCP-4404-A で傷を負うことができます。開いた傷口と接触すると、SCP-4404-A は血液と素早く反応して、神経末端を含まない厚さ 1.2 から 1.7 センチメートルの磁気のような白い殻を形成します。被験者は不快感を引き起こす身体のあらゆる部分を切除し、傷を SCP-4404-A で覆い、患部からの感覚を永久に止めようとします。この行動は、被験者が重要な臓器、通常は肺または脳のうち一つ以上に致命的な損傷を与えるか、腕を動かす腱を切断するまで続きます。SCP-4404 は当初2017年11月に SCP-3404-C によって開発されました。最初にロシアのムルマンスクに展開され、そこで4404編集1が都心のオフィスビルの換気装置に導入されました。SCP-3404-C は以下の声明とともに、いくつかのソーシャルメディアチャンネルへの関与を発表しました。決して痛みを感じてはいけません。痛みは身体が危険な状態にあることを教えており、オペレーションヘルスは人類のためにこれに抵抗しています。今日ムルマンスクで我々が健康の匂いとはどのようなものか教えてあげましょう。あなたたちは健康な生活の生得権を忘れることはできません。我々は匂いを改善するためにテストを行い、誰もが気分が良くなるまでより良い匂いを与えます。ロシアの純粋な北極の海水はシンボルを介してあなたたちに伝えてくれている。身体は鋭く、白く、完璧なものとなれるのだと。その後、SCP-3404-C は北極圏上またはその付近の様々な地域で4つの同様のイベントを開催しました。そのうち、2つは4404編集2、1つは4404編集3、もう1つは4404編集4でした。SCP-3404-C は粒子状アノマリー遮断ネットワークを回避でき、その要素を簡単に解析できず、さらに、機能性の改善ができる可能性を持つ4404編集を開発を試みていると推測されています。適切な4404編集が設計されると、SCP-3404-C は可能な限り大規模に SCP-4404 を広げると想定されています。